どうも、今日もおいでいただきましてありがとうございます。前回何の話をしていたかというと、最後、マルクスの基本定理をですね、一番、分かりやすいというか簡単なやつで、証明しましたというところで終わっています。どういう話だったか。二次の存在、ベクトルとか行列の記号で書くと、すべての部門で二次が存在していますと。ただしこの W というのは、こんなんですということですね。で、となる性の、こういう、科学が存在しますということを、まあ、理順の存在ということ。これを前回、このベクトル の説明をしましたけれども、P というのは、横ベクトルですね。P1、P2 って、全部で N 種類の台があるというときには、こんな風に書けますが、これ、価格ベクトルですね。P というのは価格ベクトルです。で、N というのは、この A11、A12、A1N と。そして2行目は A21、A22、A2N と。こういうのがずっとあって、こういう風になってて、これは、A の IJ というのが、J 剤1体生産するために投入される I 剤の量ですね。各剤を生産するために、他の剤をどれだけ投入せないかんかということを表しているもので、これ投入係数行列ということでした。それから、このタウですね。これは、各剤1体生産するために、直接に投入しなければいけない労働の量ということを表しています。ということで、まあ、これ直接労働投入係数ベクトルということでした。で、W は貨幣賃金率、R というのは実質賃金率ベクトル、縦ベクトルですが、実質賃金率バスケットと言いますが、労働1単位に提供すると W の賃金がもらえますと。でその W の賃金で、買える財の組み合わせ、まあ、なんかバスケットの中に、W の賃金で買える財、まあ、詰め合わせになっているというような、まあ、そんなイメージですね。はい。という時に、まあ、こんな記号で理順が存在するというのをどう書けるかというと、こんな風に書けますよと、いうことだったということですね。で、この理順の存在ということと、労働の搾取とが同値ですというのがマルクスの基本定理で、労働の搾取はどう書けたかというと、こんな風に書けましたということです。で、ここで T というのは何だったかというと、これが投下労働価値ベクトルで、財を一単位生産するために、直接間接に必要な労働であるということでした。で、定義はこんな定義で定義できましたという話ですね。どういうことかというと、この T というのはね、T1、T2、T3、TN まで、各財一単位生産するために、直接間接に必要な投入労働量というものは、タウというのは各材を生産するために直接に必要な労働、それにプラスしてこの TA というのが間接に必要な労働、つまり各材を生産手段として投入します。で、その生産手段として投入する各材を作るために直接間接にどれだけの労働が必要かというのがこの TA で表されるということですね。で、これが投下労働価値ベクトルで、これは前回ありましたけれども TA を左辺に移行して T でくくると、こういうふうになって、両辺にこの i-a の逆行列をかけると、この t というのはこんな風に求まるということですね。この直接労働投入係数ベクトルに、右側から i-a の逆行列、つまりこれはレオンチェフ逆行列と言われるやつですが、それを右側からかけてやると、t が出ますよと、いうことでした。こうやって投下労働ベクトルが求まりますけれども、それを実質賃金率ベクトルにかけてやる。で、これは何を意味するかというと、労働1単位を、提供したら、その見返りに、この R というバスケットに入った財の詰め合わせがもらえますということですね。で、その、財を、作るために直接間接にどれだけの労働が必要かと、いうことを表しているわけです。で、それが1よりも小さいですよということですね。つまりどういうことかというと、労働者が1単位働きますと。1単位労働します。で、1単位労働した見返りとして R という詰め合わせがもらえますということですね。この R という詰め合わせを作るためにどれだけの労働が必要かというと、それは TR です。TR あればこれが生産できますよということなので、労働者は1単位働いた時に自分が受け取るものを作るために必要な労働よりも長く労働をしているということ、つまりいわゆる常用労働をしているということですね。平たく言うと労働の搾取をされているということになりますというのが前回の結論でした。で、前回この理順の存在と、労働の搾取が同値ですよという話を非常に分かりやすい簡単な証明で、証明しましたということです。まあ、基本的には牧師用の方がですね、やった証明
もうちょっと分かりやすく説明したというものです。それで今日はですね、まずあの本の証明を2つばかり別証明をやってみたということですね。まずあの1個目の証明です。これどんな風にするかですね。あ、消してしまいましたが、理事の存在ですね。こういうやつでしたけれども、今日のあの別証のあの1番ですね。前はこの W のままこう全体を W で割ったりしてやっていきましたが、本に代入してみましょうという、こういうやり方で、やっていきます。で、代入しますと、こんな風になります。で、あの P と P と同じものがありますので、こんな風にくくります。はい。そうすると、ここでこの R タウというのが出てくるんですが、これはわかりますでしょうか。これは左側に縦ベクトルが来ている、右側に横ベクトルが来る掛け算なんですよね。こういう左に縦ベクトル、右側に横ベクトルが来る掛け算という、これはですね、どうなるかっていうとこんな感じ。R1 タウ1、R1 タウ2、R1 タウ3、R1 タウ4、次が R5 です。こんな行列になります。これを A に足すということなんですわ。で、A に足すっていうことで、まあ、これはB とでも置くことにしますね。この B って何かっていうと、要するに A 足す R タウですが、どうなるかというとですね、H、A2 とかっていうやつに、これが足されるわけですね。ここは A11 プラス R1 タウ1で、次が A12 プラス R1 タウ2。まあ、こんなのが続く。こんな行列になります。で、これ何を表しているかっていうことなんですが、これの第i 行 j 列要素ですね。取ってみますと、こいつの第i 行 j 列要素を取ってみると、こんなになってるんですね。じゃあ、これは何でしょうということなんですが、まずこれは、わかりますね。j 剤。台を生産するために必要な第i 剤の投入ですね。で、次です。これ何でしょうということを考えてみるとですね、まず、タウ J って何かっていうと、第 J 剤1単位に生産するために必要な直接の労働の投入。その労働がこんだけ投入せないかんのですけれども、伝統的なマルクス経済学の労働力という概念を考えてみると非常に理解しやすいんですが、はい。伝統的なマルクス経済学では、資本家と労働者というのは、理解しているのは、労働ではなくて労働力という、まあそういう話です。労働力っていうのは、労働する能力のこと。売り買いされているのはその労働をする能力のことで、その価格である賃金というのはどうやって決まるかというと、要するにその労働力を再生産、まあ、要するに明日も元気に働けるというのに必要な、そういうものをカバーする、そういうので決まるんだということです。だからこれは賃金がね、投下効果されたとしても、搾取はあるんですよという、結局そういう話になってくるんですが、で明日も元気に働けるように、その労働力を再生産する。で、そのためにパンを食べたり、肉を食べたり、シャツを消費したりするっていうことですね。でなので、これはそれを考えていただいたら理解しやすいんですが、第 J 剤を1単位生産するために、タウ J という労働が必要なんだけども、その労働を作るために消費財を投入せないから。で、その投入すべき消費財が R1、R2、R3 とこうあるということですね。労働力を1単位作るために、投入すべき消費財がこう R1、R2、R3。R まであると。なので、これは、第 J 剤1単位生産するときに必要な労働力を再生産するために投入すべき第 I 剤の量ということになる。つまり直接物的に生産するために第 I 剤をこんだけ。それだけじゃなくて、労働を投下せないかんだけども、その労働を作るために第 I 剤をこんだけ。いうとこまで含めた投入量です。そういう概念。で、ということなんで、この投入係数概念ですね、労働力の再生産みたいなところまで、広げたものというのですね。ということで、これをこの D、拡大投入係数行列と言います。で、そうするとですね、今の話ですが、これですが、結局、P が PT よりも大ということですね。これが今の話で、理順が存在するという条件で、これ左側に持っていくと E-PD ということで、まあ、これも P でも売ってしまうと、こういうふうになるわけですね。P×I-D がこれ強制ということですね。さて、ということは、これは何を意味するかというと、つまり今、理順の存在条件というのは、結局、
で、こうなる共生の P が存在するということですので、これは何度も出てきたあのホーキング作用条件ですね。これはすなわち i-p がホーキング作用条件を満たすということです。で、i-p がホーキング作用条件を満たすということはどういうことかというと、i-p の主座小行列式が全て正ということですね。で、i-p の主座小行列式が全て正ということは、ちょっと必要十分ではなくなるんですけど、ね、必要条件になってしまいますが、何が言えなければいけないかというと、これあの全部の、だからあの左上から順番に 1×1、2×2、3×3 というやつが、その行列式を取ってきたらみんな正ということなんですが、最後に全部の行列式が正ということが言えなければいけないということなんですが、この全部が行列式が正ということ。i-p、これをもう一度ちゃんと書くと、こういうことですね。で、そうするとですね、これを i-a というのは、ちょっとひとまとまりで考えてで、この i-a というものを外に出すとこんなふうになる。こんなふうになる。この単位行列に i-a をかけると i-a になります。で、r タウ、そして i-a の逆行列というのに i-a をかけると、ここの部分は単位行列になって、なくなりますから、r タウになる。ということですね。で、そうすると、これ見たら、タウに i-a の逆行列かけたものって、これ何かというと、これ t ですね。これは i-rt。の i マイナス、こういう風になります。で、そうすると、これの行列式を取る。まあ、行列の掛け算の行列式を取ると、それぞれ行列式を取ったものの掛け算になる。ということで、まあ、これはちょっと、証明は省略させていただいて、これは公式ですっていう。で、こうなる。で、これが、プラスですよ、ということなんですね。そうすると、今、体系が純正算可能である。この計算系が純正算可能であるということは、結局 i マイナス a が、大きな作用条件を満たすということですから、まあ、ちょっと省略して、大きな作用条件を満たすということですか。で、ということは、これは i-a の主座小行列式が全て正です。ということは、これも必要条件になっちゃうけど、ということは、この全部のやつっていうのが、i-a 全体の行列式はもちろん正なんです。ということで、体系が純正算可能ならば、ここですね、この部分。これがプラスです。ということで、これ全体が正で、ここが正ということは、こういうふうになります。で、これがですね、まあ、公式を使うしかないんですが、この公式を証明しろって言われたら私も困るんです。公式がありましてですね、この R というのは縦ベクトル、T というのは横ベクトル。まただから、これ縦ベクトル×横ベクトルで行列になったわけですが、オアツラヨギの公式がありまして、まるでこのためにあるような公式ですが、まあ、I プラス AB の行列式。で、AB というのは、A は縦ベクトル。縦ベクトルですね。で、B は横ベクトル。あ、次元は一緒だ。だから、AB で正方行列になる。U、I プラス AB って行列式って、イコール1プラス DA っていう、ほとんどワースライ向きの公式があってですね、この公式を適用すると、I-RT というのは 1-TR。この行列式は 1-TR。で、まあ、これが正ということで求められました。コードの作者が出ました。ということになるというのが別称の1です。よろしいですか。ということなんですけれども、ここでこの別称というのは、まあ後でちょっともう一度振り返りたいんですが、要はここで何が問題になっているかというと、拡大投入係数強列の i から引いたやつのホーキンス対応条件、ですね。それが満たされるんだと、いうことが聞いてますよという話です。ということで、これが別称の1です。